最初はもう本当やばくないってくらい大変な状況だったんですよ。社長就任の前年にはリーマンショックによる71年ぶりの連結営業赤字、2010年大規模リコール問題、2011年東日本大震災と。みんなの YouTube アカデミアへようこそ。どうもライトです。本日も早速参りましょう。日本で最も顔の見える社長、豊田章男の人生、ようこそ。さあやってまいりました。本日ご紹介するのは豊田章男という書籍です。豊田章男さんといえば日本のトップ企業であるトヨタの社長ですね。失われた30年と呼ばれた平成で国内で最も企業価値を伸ばした企業の社長でありながら、テレビやインターネットに頻繁に顔を見せているので顔を知っている人も多いと思います。そんな豊田さんですが、どんな人かご存知ですか？トヨタイムズで顔を見たことありますが、社長ということ以外あまりよく知らないです。実は豊田章男さんはトヨタの突然変異だって言われてるんですよ。彼は今までのトヨタにはなかった新しい風を吹かせることによって、トヨタという企業を守り、ここまで成長させてきたわけですよ。そんな豊田さんがどんな人生を歩み、どんな変化をトヨタに起こしたのか、そして豊田さんが持つもう一つの顔とは、彼の半生をざっとご紹介していきますね。それでは豊田章男の人生をご覧あれ。豊田さんは祖父にトヨタの創業者豊田喜一郎を持つ創業家の御曹司として生まれてきたんですよ。小さい頃から周りにはいろんな車があり、経済的にも恵まれていたわけですが、いいことばかりではなかったんですよね。彼にはいつも豊田家の息子というレッテルがドーンと貼り付いていて、そのせいでいじめられたりしたこともあったんですよね。そのレッテルから逃れるためか、アメリカの大学院で修士を取得した後、アメリカに残って銀行に就職してるんですよ。つまり最初は金融業界にいたというわけですね。自動車業界に入ってきたのは彼が27歳になった時でした。将来社長になるんだから戻ってこいって言われたんですか？トヨタに入社しろ、社員になれなんてことは一言も言われなかったみたいですよ。だから豊田さんはトヨタの試験を受けて社員になったんですよ。トヨタの御曹司がトヨタに転職してきたってわけですね。まあ一般社員として転職したとはいえ、会社の社長の息子であることには変わりないですから、ここでもまた色眼鏡を使われたりして苦労したそうですよ。自分はなぜトヨタの生を受けたのかと悩んで滝に打たれに行っていた時期もあったみたいですね。この葛藤は後にパラリンピックの選手と関わった際に、トヨタの性をハンディキャップと思っていたが、パラリンピックの選手はハンディキャップを前向きに個性と捉えている、自分もトヨタを個性と捉えていけばいいんだということを発見することによって出したそうですよ。それが2016年、つい最近のことですね。御曹司は御曹司で大変なんですね。もう道明寺になりたいなんて軽口叩けませんよ。それで転職後のトヨタさんはどうだったんですか？ほとんどの人がトヨタさんのことをお坊ちゃまとして扱ってたみたいですけど、中には師匠と呼べる人や対等に向き合ってくれる仲間もいたみたいですね。師匠と呼べる人たちからは現地現物の大切さなど TPS 方式と呼ばれるトヨタ生産方式を学び、仲間と一緒に新しい風をトヨタ内にビュービュー吹かせてたわけですよ。ガズーという中古車販売システムの元を作り上げたのがトヨタさんなんですよ。今でこそ全国どこでも中古車情報画像付きで見られるなんてのは当たり前ですけど、下取りした中古車の写真と情報をインターネットで共有して販売店において端末で商談を行うシステムがいかに目新しいかがわかりますよね。まあ新しいものは拒まれるのが定石ですから、会社に予算をつけてもらえなかったんですけどね。予算がもらえなかったんですか？じゃあお金はどうしたんですかって思いますよね。それが豊田さんがポケットマネーから一瞬で10万出してパソコンを買ったそうですよ。さすが御曹司という感じですし、一緒に作っていた仲間の人が言うには、豊田さんは昔から目的遂行意識がむちゃくちゃ高い、頭の中では今やるべきこと、やってはいけないことの2つしかないらしいんですよね。つまりガズーを作るには今パソコンが必要だということで、ポンと10万を出したんですね。こんな風速15メーターくらいの進むのも大変な逆風から始まったガズーでしたが、着々と成果を出していて、現在のガズーに限らず車載情報通信システムや新しい産業にも大きな影響を与えることになったんですからね。すごいですよね。こんなにすごいんですから、社長になってからもすぐ大活躍したんじゃないですか？それがですね、豊田さんが社長に就任したのは2009年なのですが、最初はもう本当やばくないってくらい大変な状況だったんですよ。社長就任の前年にはリーマンショックによる71年ぶりの連結営業赤字、2010年大規模リコール問題、2011年東日本大震災と、もう今までにないくらいの逆風に見舞われたんですよね。特に2010年のリコール問題は彼にとって人生最大の危機とも言われており、
アメリカの公聴会に招集されたりもしたので、就任してすぐに、これは俺を辞めさせるためのゲームだ。日本に無事に帰れないかもしれない。首を差し出さなければいけないだろう。そう、もはや社長にとどまることはないだろう。と、社長解任まで覚悟したそうなんですよね。ご存知の通り、解雇はされてないんですけども、そんな逆風の中でどうやって現在までの成長を遂げさせたのか、その手腕を少しご紹介しましょう。まずやったのが、持続的成長という新しい方針を打ち出すことだったんですよね。急速とか革新的成長じゃなくて持続的ですか？なんで消極的に見えると思いますよね。いやいや、違うんです。持続的に成長するというのは決して消極的な選択ではないんですよ。この選択は過去の反省から来ているものなんですが、リーマンショック以前のトヨタというのは急速に拡大していた会社だったんですよ。拡大こそ成長、作れば売れるを合言葉のように、大量生産ライン、世界中に工場建設などをしていたんですよね。しかし、その裏で膨れ上がる工場の維持、固定費、生産効率の追求、人材育成などへの対策は後回しになってしまったんですよ。そこにやってきたのがリーマンショック。売上はそこまで減少しなかったんですが、維持固定費が重くのしかかり、赤字転落になったんですよ。ただ、急速な拡大の悪影響は、赤字転落にとどまらず、リコール問題まで引き起こしてしまったんですよ。作れ作れとやってたわけですから、安全なより良い車を作るという意識が薄れ、不良のある車を世に出してしまったというわけですよ。トヨタさんはこんな反省があるから、今評価されるのではなく、20年後、50年後に評価することを目指そうと言ってるんですよね。一瞬富や名声を得る一発芸人ではなく、サンドイッチマンさんのような長年進化し続け、評価され続ける会社になろうということですね。ピザ屋さんのネタとか面白いですよね。それでサンドイッチマンさんになるためにはどんなことをしたんですか？いやいや、ポー君、勘違いしないで、サンドイッチマンにはなろうとしてないんで。未来で確実に成果を出すために豊田さんが始めたことは、東北にトヨタ東日本学園を開校することでした。この学園は2013年に開校し、新卒採用者の人材育成に取り組み始めたんですよね。東北での活動は学園開校に限らず、国内300万台の年間生産量を何としても死守したい。トヨタが新たな工場を建設したのもこの東北の地なんですよね。この工場建設の構想は2011年東日本大震災の前から練られていたので、東北が震災による大被害を受けた時には工場を誘致していた宮城県知事は、トヨタが撤退または今後の計画が縮小されてしまうのではないかということを当時覚悟したそうなんですよね。しかしトヨタの判断は違ったんですよ。日本の自動車メーカーの全面復帰には1年以上かかると考えられていたところを急速に対応してき、大震災から4ヶ月後、復旧作業のめどがついた段階で、トヨタは東北を中部九州に次ぐ国内第3の生産拠点として位置づけると宣言したんですよ。この第3の拠点で東北の復興を支援しながら、トヨタの未来を担う人材や工場を作っていくことを決めたんですよ。前までのトヨタだったらなかった判断だったかもしれませんね。トヨタさんはそれが今東北の復興のために必要だし、将来のトヨタの繁栄のためにも必要だと考えて決断したんでしょうね。トヨタさん本当にすごいですね。そういえばここ数年トヨタが他の企業と手を組んだっていうニュースを聞きますが、それも未来のためだったりしますか？ポー君、よく知ってますね。トヨタの弱点を補い、強化していくための提携や未来の新規事業のための提携を進めているんですよね。昔はトヨタは他の企業と協力するのが下手だなんて言われてましたが、その下手さの原因である上から目線で相手と関わるのを排除して、同じ目標を共有した対等な関係を築くことによって提携を進めていったんですよ。僕が一番驚いた提携は、同じ自動車メーカーのマツダとの提携でしたね。世界販売台数1000万規模のトヨタが、マツダさんはトヨタが目指しているもっといい車作りを実践されている会社であり、今回の提携で多くのことを学ぶいい機会をいただいたと言ってるんですね。これから安全で質のいい、乗るのが楽しい車を作りたいトヨタさんは、トヨタの先を行くマツダにそれを学んで、今後もっといい車作りをしようとしてるんですよね。だからマツダを先生、学ぶべき対象としたんですよ。未来のためなら投資も学ぶことも厭わない、本当に車が大好きな方なんですよね。あの先生、最初にトヨタさんにはもう一つの顔があるって言ってましたけど、それがまた。じゃあ最後にその話をしましょうね。もう一つの顔、それは森蔵です。ん？ゆるキャラかなんかですか？そう思った人もいるかもしれません。これ実はトヨタさんのことなんですよ。彼は社長の傍らトヨタのテストドライバー、レーシングドライバーとしても活動してるんですよ。その時に使うのがこの森蔵という名前ですね。彼がハンドルを握ったのはまだ社長になる前のことでした。当時のテストドライバーの頂点に立つマスタードライバーの成瀬さんに、運転のこともよくわからない人にああだこうだ言われたくないと言われ、成瀬さんの元に弟子入りしたのがきっかけでした。成瀬さんの元でドライビングテクニックを学びながら国内外のレースに参加していたんですよ。その腕前はかなり良く、テストドライバーとしては相当なレベルにあるそうです。師匠である成瀬さんが事故でお亡くなりになってからはマスタードライバーの役割を豊田さんが引き継ぎ、社長となった今でも車の乗り心地をチェックしているそうなんですよね。
この森蔵という顔があるのもトヨタの突然変異と言われる理由の一つかもしれませんね。ちなみに森蔵さんには面白いエピソードがあって、2012年度の内定式が終わった直後の内定者をトヨタのテストコースに集め、自分のドライブを披露したそうなんですよ。隣にはその日が誕生日だった人を誕生日が近い順に合計14人を助手席に乗せて爆走したそうです。彼らにトヨタの生き様、トヨタはこういう会社だとしっかり見せたいということを伝えるためにこんなサプライズを用意したようですよ。社長らしからぬ社長ですね。でもだからこそ未来のトヨタの姿が楽しみになってきました。そうですね、本の中にはまだまだトヨタさんの意外な姿が書かれているので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。トヨタさんは今も未来に向けて AI など新たな一歩を進み始めています。これからトヨタがどんな進化をするのか目が離せませんね。それではまた次の動画でお会いしましょう。